皆さんこんにちは、森ありでーす。はい、ちょっと暗くてごめんなさい。またごめんなさい。はい、またダイソーでーす。これ買ったのはもう6月とかなので全然超前なんですけど、なかなか動画が撮れなくて今日になってしまいました。ごめんなさい。買ってきたものをどんどん紹介していきたいと思います。ちょっと後ろも今いろんなものが置いてあるのでざわついててすいません。買ってきたものこちらです。はい、発泡スチロールが2個、そしてマイメロのポーチ、ゴムとか入れようかなと思ったりもして可愛いです。はい、そしてスパンコール超可愛い。これはね、じゃーん、こちらにこのねスパンコールを入れてザクザクして音フェチをやろうかなと思って、はい、買ってきたんですけど、それが6月とかだったのでなんかどうしようかなと思ってます。今これだけの音でもだいぶ私は満足なんですけども、あのスライムをねまず作ろうかなと思ったりもしてるんですけど、あのこれはとりあえず使いたいと思います。はい、そしてこちらです。今の時期にぴったりですね、ボディシート買ってきました。なんで6月にボディシート買ったんがね、20枚入りのボディシート、まあ今からめっちゃ使えるので良きかなと思います。そしてこちらアイブロウコートの新しいやつですね。今眉毛はこの髪に合わせて金にしてるんですけど、ティントで今ちょっとピンクっぽくなってるんですが、このブロウコートこういう色なんですよね、もともとなんですけど、私の眉毛がピンクなのでピンクになっちゃってるんですよ、私が持ってるやつなので買ってきました。はい、そして前にちょっと前に紹介したばっかだと思うんですけど、こちらヘアターバンね、これが私がよく使ってるターバンなんですけど、こうやってかぶってぐるぐるっとして、このここで止めて、なんていうんですか、乾くまでこう待ってられるというか、だいぶ楽です。私多分使い方間違ってない？私ずっとあれかと思ってた。こうやってかぶって これがねボタンここでだと思ってたんですけど、逆じゃん、逆だった。なんかこうやってかぶるらしいです。どうしよう、今更ながら使いにくい。それは私は前派です。はい、ぐちゃぐちゃになっちゃったよ。はい、そしてこちらピンになります。これはちょっと大きい U ピンですね。見えるかな？見えないかな？はい。お花とかを頭に刺したりとかする U ピン。そして、こちら。可愛くない？目。目です、目。特になんかどこにつけるとかっていう目的は特にないんですけど、なんか可愛くて、いろんなものにつけられるかなと思って目を買ってきました。これはごめん、衝動買い。これだけは衝動買い。はい、そしてこちらアイスのスポンジのブラシになります。実は私これフランフラン、この後ろのやつもフランフランなんだけども、袋フランフランで超可愛いスポンジの方が売ってたんですよ。売ってたんですけど500円ぐらいだったのかな。でだったら100均で作ろうかなって思って、上にまだ購入品紹介してない材料があるんですけど、なんか出ちゃってました。このしかもでっかいバージョン、100均ってすごいですね、先取るよね本当にね。こんな感じで出ちゃってたんですけど、まあ私もいつかこれと同じようなものを作りたいなと思って、オブジェとして作ろうかなと思います。多分ちっちゃくなっちゃうので、こんぐらいちっちゃいやつなので。でもちょっとね悔しかった。なんか普通に売ってるやんと思って。でもフランフランのこのアイススポンジ可愛いので皆さん探してみてください。そしてこちらです。はい、マイメロちゃんのスプーンとフォーク、これはザクザクさっきのそのスライムをやろうと思ったのと、あとはまあ普通に使えるかなっていうやつです。てか今日前髪マジ言うこと聞かね、うざった。そしてじゃーん、はい、固めのバスタイムブラシです。これは頭皮をこう刺激してこうなんていうんですかね、ハゲ防止じゃないですけど頭皮を刺激してマッサージをしてくれるやつなので、しかもめっちゃハートだし可愛いなと思って買ってきました。これは紅茶に使わせようと思います。そしてこちら
リボンレースになります。これねローズで5メートルあるんですけど足りるかはわからないなって感じです。そしてこちら絡まないヘアゴム、これは L サイズになります。いつもつけてるのが M サイズなのでちょっとちっちゃめなんですけど、これはあの大きな束とかにした時に結びやすいかなと思って、このここら辺とかでこうやって結んだ時にね結びやすいかなと思って買ってきました。はい、そして最後にじゃーん、お花です。最近ちょっとお花多いなって思うんですが、このお花はまたこの間というかいつも見せているお花とは全然関係ないお花なんですけど、これを一個一個ちぎってというか、まあ、また切っていきたいと思います。ということで森えりでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。